の先がジュノン？いや、要塞都市の下に小さな村がある。アンダージュノン、さびれた漁村だ。シンナの仕業は全部下に来るんだ。どこも一緒だ。ちょっと待って、うん、日の当たらない村アンダージュノンへようこそ。私はロドナー、村長兼警備主任だ、通報しようかね。当たりだったら10万ギルだ。悪いけどよ、諦めてくれ。ふん、エアリスだね。あんたは50万ギル。え、すごい。でもね、見て見ぬふりは得意なんだ。通報はしないよ。罠じゃねえだろうな。この村の歴史を知ればそうじゃないってことがわかるさ。気に入らないなら出て行きな。宿はあっち。カンコドリが鳴いている。好きに過ごすといい。黒いマントを着た連中は来なかったか？見てないね。黒いスーツなら来たけどさ。男二人、女一人。ほうほう。あのエレベーターで上に行ったよ。ほうほう。何を考えているんだい。知ってるだろうけど、上は神羅の要塞都市ジュノン。エレベーターは神羅関係者専用だ。上で何かあるらしくて警備が強化されてね。兵士たちもピリピリしてる。何かやらかして村を巻き込んだら私が許さないよ。彼らの目的地がどこであろうと、この地方から離れるなら私の知る限り海に出るか空を行くしかない。そうだな。手分けして情報を集めよう。ここで船が手に入るかどうか、他の移動ルートのこと、見失ったクロマントの行方も気になる。終わったらお宿に集合？ああ、それでいい。行こうか。いつも薄暗いのさ。要塞があるからな。潮風を浴びた古い家屋。要塞都市ジュノンが勝つ。またお会いしましたね。では要塞都市を見上げながら記念に一枚。
ンダージュノンは興味深いですね。特にあの恐ろしくも美しい海の色、海底マコーロの影響なのでしょうか。撮影して残しておく価値がありそうです。他にも面白そうな被写体があったらまた教えてくださいね。プリキラにはあったかい。目だ。シンガの漁船はでかいから、とっても可愛くて賢くてね。イルカもよく懐いてる。プリシラはイルカに芸を教えているんだよ。アンダージュノン島。俺の船が先か、お前の船が先か。昔この辺りの海にジュノン共和国の首都があった。巨大な船をいくつもつなぎ合わせた海上都市だったそうだ。栄華を極めた海上都市も神羅の攻撃を受けて海の底、その海を見下ろす陸地に神羅が作ったのは沈まぬ鋼鉄の都市。それはまるで共和国の母標。そんな話を聞いたことがある。昔この辺りの海にジュノン共和国の首都があった。巨大な船をいくつもつなぎ合わせた海上都市だったそうだ。プリキラにはなんか古い本ばっかだな。いらっしゃい。強くなってくれ。ま、いい感じってとこか。アンダージュの自慢の娘っ子さん。今日は国時代。なあ、エレベーターで上がってきた3人組。使ってエネルギー。ガボン牧場のチョコボンソーだよ。またのご利用お待ちしてます。やった、お客さんだ。あんた、ありがとうございました。たまには買い物してやらないと。ライフストリームを絶やしてはならぬ。そう、再開したってさ。我らの命を。出るかもしんないけど、金は持ってなさそうだな。ここは漁村だ。だから当然船はある。でも上から漁を禁止する通達があったんだとよ。期間は未定。村の連中を巻き込まないって条件付きじゃ船を借りるのは難しそうだ。ここの海の底にはマコーロがあるんだ。海を見てば助けられるのに。上の町へ行くにはあのエレベーターを使うしかないみたい。おかげで今日も飯はうちで作った煮物。上の町で神羅の大きなイベントあるんだって。なんだろうね。
なんか買ってけよ。そんじゃ気をつけてな。届け物の到着だ。干物を使った新メニュー。何か海がいつも注文だ。ここは子供しか入れないよ。大人は入れません。ここの海の底には魔航路があるんだ。
いらっしゃいませ。お一人様ですか？誰か助けて、大変なの。お客様、その背中の剣を見込んでお願いです。今の声はクリシラという村の子です。行って力になってやってくれませんか？早く、こっち、ボートが漂流してるの。こっちだよ、急いで。あの子大丈夫か？
遊んでやる。下に注意しろ。しまった。悪いが頼む。お任せあれ。連携しよう。まずは回復かな。ここから行くよ。協力して頑張る出番だよ。やってやる。狙う警戒を。すぐに助けるから。当てる。きついの行くよ。どこだ。沈んで。やめて。なら魔法で。やめて。よくやった。さっきの女の子戻る。許し
してないみたい。おい、誰か手伝ってくれ。上から医者を呼んだ方がいいんじゃないか。それじゃ間に合わない。まず軌道を確保しないと。くそ、誰かいないか。体温が落ちてる、急がないと。くそ、誰かいないか。ちょっとあんた、手伝って。胸の方を頼んだよ。わかった。はい、圧迫。の連中、分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。この人たちは私の客さ。あんたを助けてくれたんだよ。そうなんだ。ごめん、助けてくれたのに私ってば。バカバカ。シュシュシュ。さあユーフィ、とりあえず部屋でゆっくり休みな。うん、そうする。ありがとね。ありがとねってなんだよ。言いたかないが、今時の若い娘はよ。まあまあ。あれは、あの子も客さ。世の中がざわつくと客が増えるね。ああいうモンスターが年々増えててね。それもこれもマコーロのせいさ。助かったよ。村を代表して礼を言うよ。あんな危ないのが海に潜んで。事故がなくて本当に良かったよ。知って、私すっごく尊敬してるの。本家よりずっとずっと。ああ、よく分かってんじゃねえか。ねえ、後で会える？頼みがあるんだ。お礼もしなくちゃ。ね、ね。じゃあ、明日宿に来い。了解。そんじゃ、またね。尊敬詐欺が。まあまだガキで適当にあしらうさ。嬉しそうだったけど。とりあえず宿に行こうぜ。お客さん、聞きましたよ。海で大活躍だったとか。ありがとうございます。ロドナーから聞いてます。しっかりとおもてなしするようにって。4部屋でいいですか？5部屋でお願いします。承知しました。あ、お代は構いません。プリシラを助けてもらったお礼です。じゃ、まあ今日はゆっくり休むか。狭い部屋ですが、
ゆっくりしていってください。こんなに部屋が埋まったのは久しぶりですよ。空いてるぜ。さっき助けたユーヒーって娘、頼みがあるって言ってたけどよ、なんだと思う？あんたのサインが欲しいのかもな。人気者は辛いぜ。こんなこともあろうかと練習しておいてよかったぜ。お前にもサインしてやろうか。待って、やめてって思ったけど、どうしようもなかった。うん、そんな感じだった。無理やり取られちゃったよ。亡くなってることだけわかるんだよね。でも何がなくなったのかわからない。モヤモヤって。フィラメ、あれから見ないね。あ、クラウド、誰かいるのか。あ、レッドか。それならいいな。見回りご苦労様。疲れたでしょ。ゆっくり休んでね。どうぞ。この町は潮の香りが強すぎる。匂いが紛れて神羅が来ても気がつかないかもしれない。気にするな。鼻がムズムズして気持ちが悪い。それからずっと会ってなかったんだけど、去年セブンスヘブンに来たの。スラムにはめったに来ないって言ってた。ちょっと感じ変わってたかな。そうか。それでね、その時女の子と一緒で、その子がとっても美人で、興味ないよね。まあな。でも話したいなら聞く。うん、もういい。また俺を試したのか。そういうわけじゃないけど、結局そうなるかな。ごめん。いいんだ、今度ちゃんと話そう。答え合わせだ。次は腹割って話そうぜ。
腹筋なら負けない。おやすみ。ミッドガルから出てそんなに経ってないのに、すごく遠くに来た気がする。お母さんとマリン元気かな？帰りたいか？セフィロス追いかけないと。あ、ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？花を押し付けられた。プレゼントしたんです。あの花、セブンスヘブンに飾ってくれたよね。飾ったの、ティファだと思うけど。さあ、どうだったかな。女の子からもらったものを他の子にあげるなんてどうかと思うな。ああ、今後の参考に覚えといて。思ってたんだよね。忍者の仕事といやスパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。偏見。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。故郷ウータイから遠く離れたユフィちゃんは
けなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが、誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長、ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう？びっくりした？もうすぐルー・ファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、何期に就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよね。だからこの機会に。ふっ、そりゃすげえ。村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちをシンラに売る気だよ。は？ああ、残念、もう売れちゃったみたい。じゃ、手を組むってことでいいよね。おい、上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ、外に出よう。来たか、マイフレンド。あはー、相変わらず釣れないな。そんな共に朗報だ。この度、エアリス救出特命部隊に抜擢されてね。そのことを伝えに来たってわけ。え？え？一人で来たのか。今回は挨拶に寄っただけだからね。ここは我々が踊るには少しばかりやぼすぎる。不完全燃焼はお互いに避けたいだろう。上に最高の舞台を用意してやる。そこで君が来るのを待っているよ、マイフレンド。めんどくさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね、村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。シンラの相手ご苦労さん。俺たちを売りやがってやってくれんじゃねえ。ほら、少ないけど取っときな。なんだよこの金。あんたたちにかかった懸賞金さ、もともとあんたたちにもいくらか渡すつもりだったのさ。反神羅同士でいがみ合っても仕方がないだろう。本当に捕まったらどうすんだよ。その時はその時さ、うまくいったんだからいいじゃない。あとはユフィがうまくやるように祈るだけだね。サイド。
んだい、まだうろうろしてたのか。しばらくこの辺りにいる気なら、一つお使いでも頼もうかね。懸賞金の残りをある場所まで届けたくてね。届け先はこの子が知ってる。コハダって言うんだ。あんたたちの仕事はコハダのボディーガードってところだね。引き受けてやってもいいが、誰に届けるかくらい聞かせてもらおうか。息子だよ。しばらく会っちゃいないけどね。勝手に村を出てってそれっきり。この金は手切れ金ってとこさ。もう子供って年でもないし、いい加減独り立ちしてもらわないとね。サイドジュノンだよ。日陰の暮らしに飽きただの、私のやり方は生ぬるいだの、そういう連中がより集まってジュノンの外れで活動してんのさ。ったく、家出するならするでもっと遠くに行けばいいのにさ。中途半端ったらないよ。文字通りの意味だよ。私は村のことで手一杯だからね。ここまで育ててやりゃもう十分だろう。あとは勝手にどこへなり行ってもらおうと思ってさ。それに私にはこの子もいるしね。ねえ、小肌。じゃ、よろしくね。報酬は向こうにいるトビーって男から受け取ってよ。手配しといたからさ。いいかい、小肌に怪我なんかさせたら報酬からさっぴくからね。ちゃんと守っておくれよ。守ってやっから心配すんな。よう、クラウド、お前はいつ家を出た。14、いや春だからまだ13だ。田舎じゃそんなもんだな。母ちゃんはどう言ってた。反対はされなかった。それくらいで村を出るのは普通だったから。ああ、なんだ。2000ギルくれたんだ。新生活にはそれくらい必要だとか言って。ロードナンチと同じじゃねえか。俺は断った。軍に直行だったから必要なかった。お前が2000にこだわる謎が解けたぜ。気負いすぎる。頼れるじゃな。どうだおら。
なあ、聞けよ。聞いてる。子供の独り立ちを邪魔する親がいるだろ。まだ早いとか甘いとか、なんだかんだ理由つけてる。いるのかもな。いるんだよ。でも俺はそうはならねえって心に決めてるんだ。マリンの独立心を尊重してやりて。笑ったな、鼻で笑い飛ばしたな。俺には無理だとか思ってんだろ。まあな。そうなんだよ。心に決めては見たものの、全然できる気がしねえ。マリン、マリンってしがみついて邪魔する気がする。マリン。チュッハイヘイヘイチリとなる。落ちろ。せーの。気負いすぎるか。おう、ごめん。わっそっちは大丈夫。俺が出る。視線を切り裂く。そっくら。せーの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 。暴れる。この隙に。全種落ちろ。スプラッグ、カーク、落ちろ。私は任せる。まばよ。届く。ここまで。やっ。当てに行く。どっちはどうだ。そこから狙える。探していく。バレット、マリンが家を出るにしてもまだずっと先だ。だよな、そうだよな。そうそう、想像、ただの想像。まだまだ先の話だ。多分な。ほい。頼む。おう、飛んでけ。今度かい。気合い入れて。俺が
そっちを任せる。待ってました。いけんだろ。私の出番。どんなもんよ。よし軽い。よいしょっと。飛んでけ。舞い上がれ。そっちは大丈夫。届け。沈め。塵となる。悪いが頼む。俺のキャー。このままでは残さず食らえ。このまま気合い入れてけ。はいはい。狙うぜ。ユンタラ、次はそっち。ここに相変わらず元気いっぱいだな、お前は。あれ、あなたたちは。あんたの母ちゃんに雇われた小肌のボディーガードだ。母ちゃんからあんたにお小遣いだってよ。母からの荷物なら受け取れません。俺は家出中なんで。ディラン、お客さんなの。クレア、出てきたら危ないだろう。転んで怪我でもしたら。とにかくこれは受け取れません。小肌と一緒にお引き取りください。頑固なとこは母ちゃん譲りってか。たくしゃねえな。これはあんたに預ける。え、こんなに。どうしてもって言うんなら返してもいい。でも赤ん坊が生まれるまで待て。親になれば気持ちが変わる。多分な。親になれば。わかりました。リーラー、ここにいたのか。トビ、遅くなってすみません。アバランチの皆さんですよね。ロドナーさんから話は聞きました。アバランチ、まさかあの魔コール爆破を成功させた。そう、まさに僕たちの希望の星。いやー、お目にかかれて光栄です。実は皆さんに折り入ってお願いしたいことがありまして。ディランの件は一応解決したんですかね。おう、バッチリだ。ということでしたら早速僕の話も聞いていただけると助かります。どうぞ中へ。皆さんのご活躍、ニュースで見たときは胸がスッとしましたよ。武闘派はお断りよ。いやー、アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて本当に夢みたいです。
ジュノンにようこそ。いいとこだろ。精霊団の同志よ。青年団の同志よ。同志はどうだい？お客さんかな。今日は良い風が吹いておるの。本当に。皆さんここで何をしてるんですか。どでかいコンドルの観察じゃ。ここから奴の様子を眺めて定期的に健康状態を確認しとるんじゃよ。あやつは悪い奴じゃないが、腹を空かせれば獲物を襲う。人が襲われたりしたら大変じゃからの。安全第一コンドル予報。わしらの発行してる瓦版じゃが、見たことあるじゃろ。コリンさん、今日はもう現れそうにないです。そろそろ部屋に戻りましょう。いや、もう少しだけ待たせてくれ。ここんところ姿を見てないからどうも心配でのう。やっぱり餌を用意しておくべきでしたかね。うん、一応掲示板にも依頼を出しては見たんだが。そういうことなら私たちがお力になれると思います。おお、それは願ってもない申し出だが、ここからそう遠くない孤島に住まう雄大で美しい鳥だ。わしは若い頃やつに助けられたことがあっての。礼というわけでもないが、こうして観察を続け生態を研究させてもらってるんじゃ。あのコンドルはプライドが高くての、人間が用意した餌などめったに食べることはない。だがいい匂いがすれば
近くまで様子を見に来るくらいはするはずじゃ。戦争中敵に追われて迷い込んだ森で足を滑らせてな、動けなくなったわしをコンドルが近くの村まで運んでくれたんだ。餌と間違えただけかもしれんがな、あの時の怪我でわしの足は動かなくなったが、ここでコンドルを眺めているとわしも大空をかけているような心地になれるんじゃよ。ありがたい、助かるよ。この先の森にコンドルが好きな狩り場があります。餌を探しに向かうなら山登りが得意なチョコボが必要ですよ。挑戦してこ、豊かな海を取り戻す。ここにビラを配り街頭で署名を募った。だが俺たちの活動を受けても信者は何も変わらない。それはなぜか。アバランチに知り合いがいるんだ。
海を死んだから取り戻した後はどうする。海底魔道路を占拠して。皆さんこんにちは。私は反進化生命体のリザリー。世界を平和にするためにクイーンズ。もうリランったら、やる気なのはいいけど無茶はしないでね。生まれてくる子供のためにも俺たちの海を取り戻さないとな。ピアノに興味が終わりですかな。私はピアノ普及協会特派員のピアソラ。楽譜に沿って巧みな演奏をしていただける方をささやかながら応援しております。ピアノの素晴らしさを世に広めるため、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。ピアノの音色は実に心が安らぎます。次はどこにポスター貼りに行くかな。東大がいつの間にか何でもやジュノン支店とかなんとかよくわからない人に乗っ取られてしまいまして。キリエだな。あれ、もしかしてお知り合いでしたか。まあな。なんという偶然。いや、これはもう必然というべきですね。あの東大はもともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。最近はモンスターも増えてて危ないし、早く立ち退いてもらいたくて。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。ミッドガルやグラスランドで大活躍していたとのことなんですが、どうもうさんくさくて。大体何でもやって何なんですか。聞いたこともないですよね。灯台はこの先の岬にあります。もともとは共和国時代の航海で、ってそれはまあいいか。とにかく偏僻な場所だし、モンスターも出るし、あんなところでお客を募っても誰も来ないですよ、絶対。ありがとうございます。皆さんの手腕拝見させていただきます。誰か一緒に。私か。トラブルの匂いがするんだ。ならば
私が適任だろうな。今のがコンドルの好物か。匂い残ってないかな。行ってみよう。気をつけてね。
そっちは任せる。はいはい。いけそうかな。頼りにしてる。暴風注意。切るんだ。まだ暴れるぞ。連携しよう。任せるね。頑張るね。決めてくる。ここに投げる。そうだ。やっほだ。限界の先へ当てる。よまだまだ。さあ沈め。そこ当たれ。耐えられると思わないで。当てる。やそれ。やれ。やっ。いっけ。気をつけてね。俺が出る。いくよ。いけそうかな。私に任せて。さあ、ゆー当てる。さあ、さあ、どこだ。かき回してあげる。やっ、うん、よろしくね。下がって。やっ、甘い。飛んでけ。やっ、まるさ。やっ、さあ、落ち着いていけ。はいはい。まだまだ。まだ動けない。見てて。そっちは大丈夫。切り抜けてみせる。ケジラ暴風注意。俺が出る。この繋いでいくと負けないから。決まった。当たれ。どうしようか。この商売根性は尊敬に値するな。キリエは中か。行くぞ。何でも屋のキリエだ。報酬は。ってなんだ、お客さんじゃなくてうちの社員じゃん。こんなところまで出張、ご苦労様です。社員になった覚えはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。ああ、いっぺんに言われても分かりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。
仕方ないから、私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。じみくだぶあいさ、そんなんじゃ廃業まっしぐらだろ。すまない。うわっ、なにこの子、喋れるの？よろしく。君、私のペットにならない？ほら、おいでー。うー、怖っ。残念。お、残念といえば、こんなに頑張ってるのに未だにお客さんゼロでさ。このままじゃ、なんでも屋の社長兼宣伝部長の名が去るってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。どうだ？宣伝効果抜群でしょ？モンスター呼んじゃった？おそらくこの不愉快な音のせいだろうな。何でも屋なら自分で何とかしろ。そう言わずに。あ、ほら、これあげるから。いらない。クラウド、このままでは我々も危険だ。行くしかない。こっちはどうだ？断ち切る、ソラ。いや、どうした？ふん。赤く染まれ。どうしてたでしょう、今。どっちなんだろう？火事は見えない。捕らえる、攻める。名前どうだ？仕掛ける。ちょっと待ってくれ。消えろ。何でも屋さんなら楽勝だよね。当たる。逃げ場だ。ソラ、死はしない。クラスもしない。星に帰れ。砕く。さすが赤、どうした？甘え、どうだ？くらえ、身を焦がす。決着といこう。これが戦士の真髄だ。いや、聞いてるな。ここまで砕く。行くぞ。恐れるな。無茶はするな。仕上げだ。刻む。じゃあな。聞いてるな。注目、仕掛けどうだ。攻める、恐れるなところだ。刻む。くだる。焼き付けまで行くぞ。舐めるとらえる。決着といこう。赤くてどうした？もう引いてるな。仕掛ける、断ち切る。いざ。話はしない。ちょっとどうした？砕く。捕らえるか。赤く止まれば。変化をつけよう。引けよ。
なるほど。確実に。作戦を変える。気合い入れてくれ。準備はできている。断ち切る。外しはしない。仕留める。しまった。注目。断ち切る。成功しませはしない。刻む。ここからだ。この程度。そこだ。連携しよう。俺の見つめだ。ドゥンドゥン。期待するぜ。いや頼んだ。逃がさねえ。私が攻めすぎたよ。連携しよう。おう、引っ込んで。そっちか。おっしゃ。はい。何を噛みつぶす。何でもや、何でもや。星を答えたまえ。まだ辛抱しかない。すまない。引き受けた。引かぬか。がっぷりひらん。や備えだ。
切れ。もしもやがるな。敗北の匂いだ。我が牙の匂い。こんなモンスターうじゃうじゃな場所じゃ、そりゃお客さんなんて来ないか。学びがあってよかったな。仕方ない、ここでの営業は諦めるとしよう。じゃあ私もう行くから、後片付けよろしくね、社員くん。おい、一緒に来る？ほらおいで。皆さん、変な放送が聞こえて外を見たら、モンスターがうようよ移動してて、いやーでも心配無用でしたね。さすがアバランチの皆さん。それで何でも屋さんはどうなりました？出て行った。そうですか、じゃあここは片付けなくちゃ。それよりロードナーさんから聞きましたよ、皆さんも何でも屋をやってるって。いや最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。
イドジュノンだ。サイドジュノンに私の知る限り、クイーンズブラッドほど交渉に最適なゲームはありません。テーブルで向かい合い、カードを出し合う、これこそ交渉ではない。おお、戻ったか。手間をかけたな。あちらの高台に餌を置いてあげてください。おお、これは立派な肉だ。コンドルもたまらず降りてくるかもしれん。やっぱり好きだな、見上げれば空って。首を痛めないように気をつけろでも届かないものに手を伸ばすのってちょっと怖いね。エアリスはこんな気持ちなのかな。そうかもな。見て、あそこ。ん？近くまで来るなんて。ああ、いかん、写真、写真じゃ、急げ。はい。おお、シャッターチャンス。ほうで、はよせ。撮ります。それ。いい写真、撮れましたか。私、びっくりして緊張しちゃって。でもこれとてもいい写真だと思います。おほ、我ながら子供のような顔をしとるわ。たまにこんな奇跡が起こるから、コンドルの観察はやめられんのかもしれんな。さあ、今日の記録をまとめたら早速次の観察会の準備をせねば。はい。次こそはうまく撮れるよう写真の練習もな。はい。あの、よかったらこれ記念にどうぞ。クラウド顔。皆さん、まずは私と戦ってクイーンズブラッドに触れてみませんか。ぜひ。こんにちは。私は反神羅青年団所属、クイーンズブラッド推進委員のミザリーです。皆さんにクイーンズブラッドを知ってもらうために活動しています。ゆくゆくは神羅とカードバウトを通じて交渉するつもりです。ぜひ啓蒙活動にご協力ください。
テーブルで向かい合ってカードを交わすことで通じ合えた気がします。これであなたも同志、クイーンズブラッド推進委員の一員です。私、クイーンズブラッドでならどんな人とも友達になれると思うんですよ。世界を平和に導くには武力ではなく遊びが必要なんです。どうしよう、世界中でバウトをしてこの楽しい遊びを広めてくれたまえ。よろしく頼んだぞ。スカウトか？歌えるバウターがいるって聞きつけてはるばるこんな場所まで来てくれたのか？まあ条件次第だが、どうしてもっていうならデビューしてやってもいいぜ。いや、ゴー、なんだよ、スカウトじゃないのかよ。紛らわしいな。俺は流しのニール、いつか大物になるギタリストバウターさ。俺とバウトしておくと後々自慢できるぜ。思えば勝った記憶はほとんどないな。俺ってば才能ないのかな。聞こえる、歯医者を奮い立たせるような激しいコード進行、メロディーが降りてきた。やっぱり俺は天才ギタリストバウターだ。バウトの負けは芸の肥やしってな。あんたのおかげでいい曲が生まれそうだ。いつかビッグになって両親に楽させてやりたいんだ。それまで俺はこのギターとカードで戦い続けるぜ。
こにポスター貼りに行くかな。演奏のご報告でございますか。今差し上げるべき報酬は、
ご用件は何でございましょう。美しき調べでピアノの素晴らしさを普及していただき感謝の極みでございます。今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げます。新しいジュノンを私クレア先輩みたいな大恋愛だ。
ちょっと小肌だけ先に返すなんてどういうつもりだい。ワンコに聞けよ。そいつはスタンプ以上だぜ。それで、あの子は元気にしてたのかい？ああ。腹ん中のガキもな。知ってたんだろ？たく、何が手切れ金だ。意地張りやがってよ。何のことだか。じゃあ話は終わりだ。世話になったね。潮風は。よし、出発。しまっていたみたいだ。
海に出る前に君と戦えてよかった。このまま出航したところで荒波に飲まれて沈むのがオチだったよ。気づかせてくれてありがとう。しばらくここに留まり、今一度己の甲板を磨き直すよ。おめでとうございます。ランクが先決の平民になりましたね。そんなクラウドさんにバウター情報をお伝えします。サイドジュノンにさすらいのカマロと呼ばれる槍手のバウターが滞在しているようです。今のクラウドさんならいい腕試しになると思います。ぜひ挑戦してみてください。チョコボ運送にお任せあれ。いいか、バウトが弱そうで。あ、お兄さん、もしかしてバウトする相手を探してる？だったら俺たちが相手しようか。僕は弟のデムーア、俺は兄のダムーア。二人合わせてツインズのムーア、双子のカードバウターだよ。まずは弟と戦って勝てたら俺と勝負できるよ。一度で2戦できてすっごくお得なんだ。その代わり僕たちのどちらかに負けたら3ギルもらうからね。
やるじゃん。次は俺が相手だよ。弟の敵は俺が撃つ。Thank you.
た負けた。お兄さん強いね。え、じゃあ僕たちサンギルもらえないの？いや、どうだったかな。俺たちが負けたらサンギルもらえるって約束だったような。あ、冗談だって。今回は負けちゃったけど、次こそ勝ってサンギルもらうから、また気が向いたら俺たちとバウトしてよ。わしのような老人なら簡単に勝てると思ったか。青いな小僧。わしは一本釣りのゾウガン、生きのいいバウターを何人も巧みにいなして釣り上げてきたわい。伊勢岳の若造に猛烈な技を見せてやろうかな。まさか、わしが釣り上げ損ねるとは。若いと侮っていたのはわしの方だったようだ。釣りとカードバウトは似ておる。勝機を見極め、ここぞというところで竿を上げる。タイミングを間違えれば勝利は逃げてしまう。逃した魚は予想以上に大物だったか。こりゃ、惜しいことをしたわい。
変な青年団の同志を。私アバランチの知り合い。私クレアでジュノンの美しく豊かな海を取り戻す。リーカー、みんな聞いてくれ。骨のありそうなやつが来た。俺はさすらいのカマだ。強者を求めて世界を旅するバウター。山を越え、川を渡り、草原をさすらい、大自然と触れ合う中で俺はクイーンズブラッドの神髄を見た。それをお前に披露してやろう。さあ準備はいいか。私はただ皆で遊べるものを作りたくて。なんだ、まただ今の声、本当になのか。いや、ありえない。ただのカードゲームだったはずだ。すぐクイーンズブラッド。おう、
うした？カードバウトにのめり込みすぎるあまり、見学でも見たのか、亡霊でも見たような顔をしているぞ。そういえば、クイーンズブラッドの生みの親である歴史学者のリドラルも、カードを発売してすぐに奇妙な声が聞こえると言っていたらしい。その後、人前から姿を消し、自宅で孤独に死んだそうだ。このゲームに人生を狂わされた者は少なくない。それほど魅力的で奥深いというべきか。お前と戦って新たな真相を見つけることができた。良い修行になった。感謝する。やはりクイーンズブラッドは奥深い。良い修行になった。感謝する。なんだ、おじけ。